いつもご視聴くださりありがとうございます。マイキーです。今日はですね、こちらの丁腸湯造造機、こちらを臨床していきたいと思います。造造機に関しては牛血造造機だったりガラン管造造機など、以前にも動画をアップロードしてますので、ご興味のある方はぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。こちらの丁腸湯造造機は中国の龍門20品という、20個の、造造機の中の一つに挙げられます。で、その龍門っていうのはどこにあるかというと、こちらですね、中国の地図、ここです。龍門、龍門石窟というのがあるんですが、中国の洛陽の近くですね。龍門石窟で、石窟って何かっていうと、まあ祠というか、まあ洞穴ですよね。崖に、洞穴を掘って、その中に、仏像を置いて設置して、でその仏像の設置した経緯だったりを記したものが、崖に刻されている、刻字されているんですね。これを造造機と言います。造造機の内部はね、こんな感じ。あ、造造機じゃないね、石窟の内部はこんな感じですね。あと、こんな風になっているそうです。かまぼこ型の洞窟の中に仏像がたくさんあって、でその上に造造機、掘られて石に彫ったね、字が、刻された字が、並んでいるそうです。はい、では次に丁腸湯造造機の特徴を、簡単に説明したいと思います。造造機で大変有名なのは牛血造造機、知ってる方も多いかと思うんですけれども、牛血造造機がこちらですね。で、牛血造造機のこの入りの部分ですね、気質よりも、丁腸湯の方がもっと角度が鋭いです。90度に近い感じです。ちょっと分かりづらいですか、近づけてみますね。例えば10という字とか1という字とか、この気質の部分、まあ、45度ぐらいに入っているのがお分かりになりますよね。で、丁腸湯の方はこのごんべんの横3本見ていただくと分かるように、もう少し角度が鋭い60度とか、まあそんな厳密に、測らなくてもいいんですけれども、もう少し角度がほぼ直角に近い感じで気質が入っていますと、あとですね、同じこの横角ですね、横の角なんですけれども、ほぼみんな水平に引かれています。水平に引かれているのに対して、牛血の方は例えばこの月とかいう字の横角を見ていただくと、少し右上がりになってますよね。で、この年という字もそうなんですけれども、右上がりになってます。あとですね、太さ、線の太さを見ていただきたいんですが、横角の中にもこう気質が太くギュッと押さえて、ちょっと細くなって、また最後に終筆に向かって太くなっていく、この横線一本の中にも、縦線もそうなんですけれども、牛血造造機の方は変化があるんです。一方を丁腸湯の方はほぼ横角の太さも変わりなく、気質から収筆までほぼ変わりない、太さで書かれています。ですので、丁腸湯造造機は字体のフォントですね、もうフォントのような感じ、太さも変わりなく水平に書かれ、横線水平に書かれて、縦もまっすぐ書かれていて、太さも変わらない、でこれをこのまま臨書する、そのまま、臨書するのを経輪って言うんですけれども、経輪すると、まあ、非常にね、つまんない臨書になってしまうので、今日は私はこの特徴を踏まえつつ、少し自分なりにアレンジした臨書、異輪ですね、をしていきたいと思います。